どうも。早速なんですが、正直に答えてほしい。いや別に咎めるつもりじゃないんだよ。正直に答えてほしい。このゲーム、体験版でしかやったことないでしょ。いや、わかるわかる。落ち着いてくれ。わかったから拳を下げてくれ。まあね、なんでこれ聞いたかっていうと、俺がそうなんだよ。いや、俺がそうなんだよね。でもね、体験版でしかやったことないんだけど、めちゃくちゃ楽しかった記憶あんだよね。あのディズムゲーム。100%バレるだろっていうさ、石像の後ろに隠れるやつとか、あとなんかダンス、3人でダンスするやつとか、ああいうのさ、ちょっと覚えてんだよね。なので今回は製品版を買ったので、ちょっと皆さんと一緒に、リズム解答 R をやっていこうと思います。お願いします。さあ、やっていこう。え？あ、これストーリー性だったの？全然知らんかったわ。これストーリー性だったんだ。じゃあ、ストーリーの中で、ミニゲームがあるって感じなのかこな？の物語あ、ははい。フィクションです。あ、フィクションなんだ。実在の人物、団あ、体、これ、事件などにマダはオじゃね？一マダ切オ。関係ありません。銀魂見たことある人ならわかるけど。一切関係ないんだって。みんなそこら辺ちょっと注意しとこう。あ、いいね。この音楽とか19ね。世紀初頭、19世ヨ紀ーロッパか。のほとんどを手中に収めた人物がいた。何？誰だ？俺以外にもいたのか。名はナポレオン・ボナパルト。ナポレオン！あのかの有名な馬に乗ってる？フランス初の皇帝にしてはいはい。栄華を極めたその男はうん。こう語ったと伝えられている。え、なんだろ想像力こそが世界を支配する。う。うわー、マジか。俺と同じこと言ってるわ。あら、いい街。なんか、E テレ感あるね。なんかちょっと E テレの5、6時ぐらいにやってるアニメ感があるな。いやー、いいな。ちょっと俺も一回行ってみたいな、海外。でもまずは国内回ってからって思ってんだけど、海外行くなら。いや、でも海外もな、俺ウユニ塩湖とか行ってみたいわ。水面がさ、なんか反射して綺麗なところみたいな。あそこ行きたいな。そろそろつなげんくなってきたよ。ちょ、な、あ、は僕い。の名前はラルフ。ラルフ。俺、ノユって言うんだ。よろしくパリな。にあるこのアパートが僕の家。もう一人暮らししてんだ。あ、でも犬と暮らしてんだ。今は一人と一匹暮らしだけど、小さい頃は父さんから厳しく教えられた。じゃあ多分こいつ優秀だな。他人のものを盗むのはいけないことだと。まあそりゃね、まあ。え？じゃあこの美術品は何なんだって？来た、音楽。うわー、絶対こんなにいらない電気。があるんだ。何？犬の名前なんて言うんだろう。ちょ、気になるな。わあ、すげえ踊ってる。僕、つまり怪盗 R。 あ、この子が怪盗 R なんだ。さっきのはお父さんだったんかな。行くよ。フォンデュ？ラルフとフォンデュ？チーズフォンデュってこと？どういうこと？来た！あ、来た来た来た。かの有名なダンスかな、これ。スライドや円を描いてダンスを踊ろう。よし。ちょっと初めてだからな。うわ、懐かしい。これこれこれ。そう、これ。これ、はいはい。よよ、レッツゴー。いやいやいや、下手くそがやめろ。 いや、懐かしい。ちょっと黙るわ。いやー、これ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 。ダンダンダン。これよ、これ。これがやりたかった。おい、よよよよよよよ、レッツゴー。チャ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 。はい、グレートか。はい。ダンダンダン。はい、チャダン。いや、いいね、今の。ダンチャ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 ン。くるりん、くるりん来た。いや、ちょっとパーフェクトじゃないな。ちょっと下手くそだな。どこで踊ってんの？ こいつ、仮にも怪盗なんでしょ？ちょ、あんま目立っちゃいかんって。どこで踊ってんねん、お前。目立ちすぎだって。おい！ダン、ダン、ダン。はい、チャン、
チャンチャンチャン、はい、チャン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 、はい、チャンチャンチャン、はい、チャン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 、あー、これ今の難しいな。はい、左多いな。あ、来た、右来た。上とかないの？上、上下あるんでしょこれ。まだなんかな。周りすげえ盛り上がってんだ。そんな盛り上がるこのダンス。あ、クルリン、オッケー。なんかこの街ではこの人たち有名なのかな。すげえ人気じゃん。うわー、すげえ。やめとけやめとけやめとけ、お前そこで踊んな、お前。いや、いいよいいよ、かっけえ。まだ上と下出てきてないな。お、上来たよ。しかもタイミングは早く立ってる。下でこの、こいつら仲間なんかな。右の、右と左のやつはちょっと難しいな。くるりん、オッケー。上、下、左。お、早くなっていってね。でこれよりも多分もっと難しくなんだろうな、多分これから。下、はい、くるりん、オッケー。あ、これ A だからいいんじゃない。グッドパフォーマンス今ちょっと上に出てたしね。いやー、いやー、素晴らしい。拍手を送ると。いやー、グレート6回取っちゃったか。なんて？ショーイズノーバンって言った？いや、でも結構、まあ、うまい方なんじゃない？初めてにしちゃ。まあ、ちょっと、なんとも言えんけど。まだわかんないからね、基準が。チャプター1、少女との出会い。チャプター1、少女との出会い。1って言うんだ。待ってよ父さん、もう帰ってこないだなんて信じられるもんか。これ過去ってことなんかな。今待ってよ父さんってことは許せラルフ、許せラルフ、また今度だ。イタチかな、これ。イタチだったら激アツだけど。どういて、どこに行くって言うんだよ父さん。いや、これ結構重い過去を持ってるんじゃないの、ラルフ主人公。これからちょっとずつ分かってくって感じだね。来た、フォンデュー。父さんが行方知れずになってから3年。あ、行方不明なんだ。あ、電気を。でもようやく手がかりを。節電しよう、節電。フォンデュー。来た、いいね、フォンデュー愛犬。父さんが残したこの金貨。食べるんかな。あ、お前が取るんか。同じ紋章が刻まれた美術品がルーブルに展示されている。ここ大事じゃない？ここ、このストーリー。全然分かってない。この紋章がついた美術品を探っていけば父さんを見つけられるかも。父さんを探す物語なんかな、これ。協力してくれるかい、フォンデュ。本当に理解してる、フォンデュ。大丈夫、フォンデュ。いや、でもフォンデュの今後の活躍がちょっと気になるな。なんかいきなりさ、なんか10倍ぐらいにでかくなったりとかするんかな。今朝の新聞を見てごらん、結構大きく取り上げられているよ。何何、怪盗 R、今度の獲物はルーブル美術館。怪盗 R からの予告メールがパリ市警に届いた。情報によると今回のターゲットはルーブル美術館のティアマトの腕輪。何、ティアマトの腕輪とか言いにくいからいらねえわ。よし、やっと来た。あぶれ、無言でストーリーやってたわ。これが一番やりたかった、この石像の後ろに隠れるやつ。多分これだよね、この4つのさ、ポーズでなって。これ。